それでは、11月22日ちょっと皆さんの挨拶の前にちょっと一つ発表させていただきたいことがございます。12月24日のクリスマスの日に、新宿フェイスを抑えました。で、何をやるかっていうとですね、ハプニングイブっていうイベントをやります。こういうロゴも作っちゃいました、僕ちゃん、で、実はですね、会場を抑えてイベント名を決めてロゴを作った、これ以外まだ何も決めてないんです。で、実は何をやるか、どういう試合をやるかっていうとですね、あさってこの JCB ホールで、まあ、こうやって世界中から、あ、その前にですね、すいません、この12月24日クリスマスなんで、ちょっと外国人は時期的に参加が難しいっていうことで、一応日本人の中でやりたいなと思うんですけど、まあ、初対面の人がいっぱいいるわけですよ。で、その中でですね、この JCB ホールで初めてこういろんな試合を見たりするわけですよね。今まで見たことなかった人の試合を。そしたらね、きっといろんな感情が芽生えてきて、あ、この人と戦いたいなとか、そういう欲求がね、きっとみんな出てくると思うんで、そしたら僕にどんどんね、あの人と戦いたいって言ってほしいんですよ、みんなに、選手に。そしてもう次々そのカードをですね、希望を兼ねてどん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 マッチアップしていきます。そういうイベントをやろうと思ってます。そしてだからカードが出るのは JCB 以後っていうことですね。 JCB の中で決まるだろうし、 JCB が終わって1日2日考えてこの人とやりたいなっていうカードも出てくるだろうし、そういうイベントを行います。12月24日新宿フェイスハプニングイブというイベントをやります。皆さんよろしく。どうも。それでは、大会に向けまして、大会の意気込みを各選手より一言ずついただきたいと思います。それでは第一試合、出場いたします。メンタル選手からお願いいたします。Good evening, everyone. On Monday, November 22nd, I realized my dream match against Jushin Thunder Liger, and I'm very excited, and I look forward to it, and I want to thank everyone for their support. Thank you. というわけですね、夢のマッチの重心からサンダーライガーと、できることになって、非常に嬉しく思います。まあ、21日に試合をしますので、皆さん、見てくださいと。それでは続きまして、上松選手。はい、JCB が近づいてきてとてもドキドキしています。6年前まで女子プロレスでも3000人4000人クラスのビッグマッチと呼ばれるものがありました。毎年1回2回、開かれていました。それが6年前から、あまりやらなくなり、今回このような大きい大会に出れるのがすごく楽しみで懐かしく思います。体いっぱいで JCB を、体感したいと思います。はい、まずマッチメイク的に、過去も、これだけの腕のある奴らが揃った試合、8人タッグですけれども、我々ならではの味付けをしたいと思います。そして、11月22日プロレスファンの方々、そしてプロレスラー、今までプロレスを語るときに肩身の狭い思いをしてたのはもうこれまでにしましょう。11月22日、この日 JCB ホールスマッシュをきっかけに、スマッシュはプロレスというものは核も感動できて核も元気にしてくれるものだということを証明してみせます。11月22日は我々のプロレスに対する革命の記念日です。この革命、皆さんエンジョイしてください。続きまして、ムンジオ選手をお願いいたします。Hello everyone. First, I would like to thank Tajiri, who's a good friend of mine. I know him for many, many years. Me and him together had historic matches around the world. And one thing I can say, on Monday night, nothing's going to change. And the matchup that I am, I will be victorious. Thank you. まず谷選手に、感謝も述べたいと思います。まあ、年長選手、谷選手、昔から、仲が、よくですね、
親交が深い2人です。まあ、22日試合がありますが、とりあえず、私が勝ちますというコメントです。